奈良市藩学校は、第二次世界大戦中の1943年に、奈良県に設置された市藩学校である。本校は、奈良県市藩学校、奈良県女子市藩学校などの前身諸校を含めて、記述する。旧奈良市藩学校、市藩予備校堺師範、堺県市藩学校分局学校、奈良市藩学校、平屋市藩学校、 吉野市藩学校大阪市藩学校奈良県人城、市藩学校奈良県市藩学校奈良県女子市藩学校奈良市藩学校前身の奈良県市藩学校から引き継いだ奈良市上り王子町の校地を使用した。同校地は、更新の新生奈良学芸大学に引き継がれ、1958年10月に現在の高畑キャンパスに移転するまで使用された。 前身の奈良県女子師範学校から引き継いだ奈良市半田横丁の校地を使用した。1948年3月から校舎は付属中学校に使用された。1 9 6 2年2月、後身の奈良学芸大学付属中学校は法連査補町に転し、跡地には奈良女子大学の学生寮が建設され、現在に至っている。現、桜市。AB 現。 戸塚村。郡山学校については、奈良県立郡山高等学校を参照。奈良教育大学三35ページから36ページ。奈良教育大学史113ページ、118ページでは1895年8月30日。同所館末年表6ページでは1896年8月30日。 奈良教育大学誌113ページでは1896年10月、118ページ、端末年表6ページでは1897年10月、奈良教育大学誌155ページから158ページ、明治後期小学校女子教師の服装について、もばかま、筒袖を中心にして、岩崎正美日本家政学開始、44、 奈良教育大学誌260ページ。漢方第3199号、大正12年4月2日。漢方第4865号、昭和18年4月2日。AB、漢方第5664号、昭和20年11月28日。ありがとうございます。